はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回もですね、氷の塔をやっていきたいと思います。前回、赤の塔っていうので、火山鬼をやって、作ってくださった方ですね、氷点下の塔ということで、青鬼オンライン再、なんだ、再って書いてあるんだけど、各地ステージはリトライできない、気をつけろと。じゃあ行きましょう。十字キーでキャラを動かして A でスイッチを押すですね。行きましょう、スタート!スタート!氷だ、あ、なるほど。オッケー。大丈夫。これは、動けない。氷別に動け、うわーだ動けは、あ、動けないわ。あ、でもなんかちょっと、すり抜けちゃうな。ちょっと操作が難しいかもしれない。ちょっと独特な動きかもしれない。あ、うわ、マジか。あパーこれは魔王にな、痛い。これは魔王になのか。ちょっと待って、あ、むずい。ちょっと待って、むずい。やばい、ちょっと待って、大回りすれば大丈夫。よしよしよし、OK。わー大丈夫。マニュアルから無理ですね。大丈夫。タイミングさえ、慣れてきた。よし、オッケー。ゴー!さあ次。混乱がきついんよね。痛いです。これ、でも前と一緒か。氷ができたっていう感じかな。多分、前のステージに氷が追加されたっていう感じだと思う。そうだね。それっぽい。でもちょっと違う。です。そうだね。前の、スイッチのやつで、に、氷、要は、ちょっと操作が難しくなったバージョンみたいな感じ。で、ボスはどうなるんでしょうかね?ボスがどうか気になるんで、ゲスが、ダーセーヒース!大丈夫、おつけ。あ、ダベー、そのいけ。大丈夫。ここ合ってるんだよ。ここでやり方合ってるんだけど、ただ単に操作が難しい。ほんと、あー、やばい。わっバイスわっどゆっと、あっあいっと危ないさあ、電獣だけど、あ、別に火山鬼ってわけじゃないのか。隠しステージみたいな隠しステージ。あ、ちゃ、あ、ま、違う違う。あ、ごめんなさい、僕 A じゃなくて S 押してた。へっ、あい、待って。あっぱつ、はい、よし、で、こっち行って、で、ここ押して、で、はい、いや、隠しステージじゃない。待って、やられよう。隠しステージじゃない場合はやられるという、天策です。天策を取るということは全然ありだとは思う。いやー、難しい操作が、あー押せないとね、もう終わり、あ、ちょ、終わり。一回でも多分ね、ミスるともう、戻るっていうことができないから、やっ、ちょく、やっ、たったあれ出ない。あれこれ、もしかして最上階じゃない最上階じゃないあるかこれ。7階が最上階じゃない、あ、違うんじゃないこれ。ちょ、待って、上行こう。はい!あ、全クリー!あれー?隠しステージないの?低確率なのか?はい、というわけでいかがでしたでしょうか?氷の塔。まあ、最近ちょっとね、スクラッチ系というか、青鬼オンラインのスクラッチ系がちょっと多くて、申し訳ないって言い方は違うのかな?別に、ね、なんだろう、ダメなこととかじゃないからあれなんですけど、まあ、もしね、その青鬼オンラインをずっと常に見たいっていう方からしたらちょっと、申し訳ないっていう言葉になってしまうかもしれないんですけど、まあ、今はっきり言ってしまうと、青の塔がま、なかなか出てこなくて、で、ちょっと、まあ、青旗でもちろん、ヒカキンさんとか、そのデカキンさんがね、ま、動画にもされてましたけど、まあ、出てるけど、やっぱり、そんながっつり、まあ、プライベートでやれるぐらいかなっていう、その動画にっていう風に考えると、ちょっとあまり、まあしにくいというか。なので、ちょっと今は、青のと、スクラッチ、ずっとやっておりますが、まあもちろん、これから、ちょっと待って、あったあった。まあ、青の塔とか。で、夏休みが多分夏休みにね、また青の塔来ると思うんですよね。夏休みが、まあ、もう少しで始まる。その状況だったら、なかなか、もしかしたらまたね、そのスクラッチの、その方の青鬼オンラインがちょっとできないかもしれないので、まあ、それだったら、まあ、今のうちに、今のうちにっていうか、たくさん楽しんでおいて、まあ、またちょっと青の塔とかね、その青鬼オンラインが一気にガッてやることが増えてきたら、多分そちら、を集中して動画にするっていう形になりますので、よろしくお願いします。なので、まあ、今だけって言い方するとなんか別に、スクラッチは僕めっちゃ楽しいので、おっとん、最高ですね。まあでもちょっとなー、まあ、ちょっと後で青旗引けそうかな、これガチャ。多分もう200本ぐらい溜まってんじゃないかな、溜まるんじゃないかな、この試合で。これはいいですね。今回は最高ですよ。ここで最終地点がでも多分、ん?誰だ?今、私のところには青が通ったら誰だ?ボットだろう。ん?なぜだ?
まあいいや、とりあえず行きましょう。はい、ガシマシティン。ではまあ、このスキンすごい気に入っております。はい、びっくりするほどブサイクだから。いや、だってこれ正面見たらさ、めっちゃかっこいいと思うの、なんでこの、これなの。本当にツボ、これは。だからこそ好き。だから好きになってしまった。いや、無理、無理。いや、君たち行くかい？やるのかい？でも無理でしょ、さすがに。さすがに無理じゃない、あれは。無理だよね。行ってみるか。いや、無理だよ、無理だよ、無理、無理、無理。やめよう、やめよう。勝利、ちゃんと勝利を考えよう、勝利を考えよう。うわ、そう考えるとちょっとガスマスクもったいないことをしてしまった。しかし、まあまあまあいいでしょう。さあ、おっと、今、大丈夫か？ラグか？多分ラグですね。間違いなくあるラグだ。デカキンさんの、そう、デカキンさんのボックスが残り13個か14個で、デカキンさんキラキラできるのでぜひ欲しいんだけどね。これ結構あれだな。二手に分かれてくる青鬼。多分、そういう青鬼。これは絶対ちょ、何が何でもガスマスクないと負ける。これはガスマスクない。頼む、ガスマスク！くぅ、10本は嬉しいんだが。ガスマスク！センノーセンキューです。まずい。行くしかない。行くしかござらん！ないくそ！ダメだ。おつけ、まだまだ、まだある、まだある、まだある。ここでガスマスク取れば。みんな持ってるね。みんな持ってるよ。羨ましいね。非常に羨ましい。ダメだ。もうここは一回待って。よし、今だ。頼む！ガスマスク、ラスケットでした！いや、まだ諦めるな。まだ諦めな、まだ諦めな、諦めた、諦めたらそこで終わりじゃ、グース。もう一回やりますかね、それかガチャか。悔しすぎる。いや、悔しすぎる、もう一回行こう。あ、これで終わらしたくないな。まあ、悔し、まあまあまあ、そんなすぐ速攻でやられたわけじゃないからあれなんだけど。さあ行きましょう。これはプレイヤー部屋ですね。そうだね。よし。いやー、まあ、今回の、まあ、青旗報酬のガチャのキャラクターもね、かっこいいというかね。その、まあ、シャーク系？レッドシャークとか前いた、そういう系だよね。それだと思うんだけど、やっぱりさ、その、ね、一体、その、オンリーワンじゃないけどさ、激レア欲しいよね。その、いや、僕的に思うのが、その前、その、まあ、話したとは思うんですけど、まあ、スキンの数を要は減らすっていう方法と、あの後にちょっと考えたのが、スキン的にはこのままでいいと思うんです。あとは色を変えるだけだから、まあ作る分にもそんなに難しくはないと思うんですけど、まあ例えば出してあれなんですけど、にゃんこ大戦争、皆さんご存知でしょうか？そのにゃんこ大戦争には、まあ、要はシークレット。まあシークレットレア、伝説レアっていうのがあるんですよ。そういう形式にしてはいかがでしょうかっていう。ふうにちょっと思うんですよね。その要は3体の中でさらに確率が低いシークレット枠を1体入れる。そうすることによって、でしかも姿は見せない、要はモザイク、まあ、若干モザイク、若干っていうか若干黒くしといて、どんな姿か、あのね、結構青鬼オンラインさんって、まあ優しさだと思うんですよ。優しさだと思うんですけど、その結構どんなスキンかっていうのを事前に結構見せてくれる方だと思うんですけど、もうちょっとなんか隠すみたいな感じで、どんなスキンなんだろう、気になる、そのスキンが見たいから頑張ってみようみたいな、その誰よりも早くこのスキンを見たいからっていう、結構人間の心理っていうのは働くと思うんですよね。だからそれとかを考えると、とりあえずあなたずっとなんかそういう話ばっかりしてますけどって、いや違うんですよ。こんなところに、ありがとう。これで、どでかまた60本は確定といったところじゃの。しかし私はここで、裏切りの行為。裏切りの宝箱開け。待って、大丈夫。待って、これ、青鬼がすっごいいる。大丈夫。いるってか。うわ、わかりづらいこれ。今、僕がどこにいるのかとかもわかんなくなってくる、これ。あ、怖い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 。ちょっと待って。あ、これ怖い、怖い。はい、よーし、OK。よーし。で、ここだ。こっちだ。センキュー。センキュー！あー、一本。頼む。ガスマスクくれ。なんかさっきから全然ガスマスクを入手できない。まずい。いや、でもここで取るしかないだろう。ここで取るしかないだろう。ここで取るしかなか、その大臣、センキュー！あー、ラスケス。キラキラから取った方が早いか？そんな気がする。やった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 。センキュー！よーし。
危ない危ない、あ、今真後ろにいた、危ない、分かりにくいな、ここ集中しないと、全集中といったところか、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。これね、なんかすごい、あれなんだよ。青鬼の姿がちょっとね、迷彩化されるというか、結構。どこに青鬼がいるか分かんなくなってくる。うまいね、この方。ああうまいわ、今の方。あー、こっちに来させないようにしてたね、ぐるぐる回って。わー、今の反対側回るべきだったかな、ちょっとタイミング、いやでもな、タイミング的には今行かないと毒切り消えてガスマスク勝負になって負けたんだよな、多分。2位は取れたかもしれないけどね、え、2位じゃダメなんですかって。青鬼オンラインに関しては1位がいいですね。はい、ということで、まあ、今回は、氷の塔をやってみました。まあ多分ね、もう少ししたら、まあ青旗が終わる前に何かしらまたイベントがあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、もしなくてもね、多分、7月の後半に、青旗が終わってからまた何かしら大きな、多分、どでかいイベント、まあ、下手したら、青の塔がまた追加されるってこともあると思うので、まあ、それが来たら、まあ、ガンガンちょっと、スクラッチじゃなくて、青にオンラインの方をやっていこうかなと。もちろん、スクラッチもね、楽しいので、まあ、そちらもやっていきつつっていう感じになると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければ、高評価、チャンネル登録、そして、ベルマーク、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。